これっすよ。で、そう。これで大丈夫。うわ、よかった。今、チャンピオンの遺伝子、フィッシュボーン、しっかりとボールを確認する。足場も安定している。逆回転も落ち着いて見ている。落ち着いて見てくれ。すごいですね、これ本番ですまさしく本番。その松田さんのフィッシュボーンのクオリティがやばいです限りなく本番のあの景色に似ててびっくりしました今。これは松田さんの力作ですね。これはすごいですね。冬がコツコツと作ってたんですよ雪の中春に備えて、そう、雪解けを待ってありがとうございます。いつもありがとうございますあ、腕の振り違うね、確かに。もう俺だってこの時まだ下だ。俺もそこ下だな、はい、一番下まで行った時も もう上がってんだね。そしてドラゴングライダーまでやってきた。その中では自宅でトレーニングを積んできた。ドラゴングライダー掴んだ。打つね。高さがある。いった。ドラゴングライダー過去で一番スタミナとフィジカルが整っている才川浩司、場を掴んで巡査がね、飛び移れるか、いけるか、いった。うん、確かに手が早い、上がりきるのが腕早いかも、うん、なんかこの同時にこういう、うん、ロイター版みたいなイメージでやっちゃって、反発もらうときに一緒にやってると高さ出てくる。あ、ちょっと腕先行。うーん、うまい、うまいです、はい、めっちゃいい感じですよ。あれか、そのバネ使わなくても腕の振り、脇の引き上げで体って浮くんで、なんか手を伸ばすんじゃなくて、だからこれぐらいで。確かにこうやるとなんかやってる人っぽいね。すごい。あとは沈み込みを使うだけか。うまい。はいはい。動く感覚はちょっとわかった。なるほど、飛べる人はこれを使ってんのか。そうかもしれない。なるほど、今まで全然意識してなかった。なんかちょっとしたこう引っかかる。うまい、うおーい、うまっ、今いい、めっちゃうまい、めちゃくちゃ時間あった今のね、ちょっとサイカー君っぽかった。なんか確かに、いや、すげえ滞空時間あった。すごっ、ふわーんって、もう今のすごかったですね。めちゃめちゃ飛んでました。うん、気持ちいい。え、気持ちいいです、トランポリン。すごい。脇だよ、脇。脇、なんか。あの、さっきのこの練習。あ、そうそう。これ。ロイター版。うん。ロイター意識してますみたいなイメージ。すごい。体まっすぐっていうのを初めて聞きました。ね。実際滑っちゃう。まっすぐだと膝立てられるんで、できるだけ面でそうかいけるというか、親指の付け根で蹴れるのかな。はい、なるほど。僕は膝の角度がこうなったら絶対残れないんで、この角度にまっすぐだったら作れるんで、そしたらこうやって
ここで、ここで胸張っていけばいいのか。うまい。おお、ほら。めちゃくちゃ楽じゃん。軽やか。うまい。ああ。なんか最後のドリって感じで言うかないですよね。ちゃんと蹴れてます、ね。グンっていってる。最後で最後飛ぶ感じ。飛んでます。そうだ、ね。飛んでる。飛ぼうとするんですけど、もうついちゃってるんで勢い余って一回浮いちゃう。止めるぞ。でも全然体力あるじゃん。みんなの言ってる目線なのよ、はい、それだとやっぱ下見ないと。そう、顎上がっちゃうと。それで下見て、おお、できた。本当だ、さすが。楽でしたね。なんか思ったより手がもう気づいたら勝手に届いてる、はい、飛ばなくてもね、そこまでいけてるもん。確かに。いや、いいね、やっぱ人のいろいろなやり方をやるのは、うんうん、空中ブランコ飛びついていけよ山本。スイングエッジ、あー、また違う。伊佐義則、体を振っていった。こういう動きってやったことないですよね、絶対。普段こればっかりなんで、サスケって多分サスケ史上初めてこういくやつが来たんで。行っていいですか。とりあえず1個目までね。はい、行きます。はい、行きてめっちゃ怖い。めっちゃ怖い。いやー、ちょっと。
なんかさ、ちゃんと顔があそこに綺麗に収まってくんだよで、今なんかすごい曲がった状態でかなり撮れてる。うん、もう今2つ意識したことがあって、1個目は足すらないように腕投げるっていうのと、もう1つはその顔は黒のところに近づく、その2つの意識が、うん、いい感じですね。いいね、これ収穫が多すぎるじゃん。収穫多すぎて、なんだろう、もっとなんかガンガンやっていくイメージだと思ったんですけど、本当に基礎を大切に一個一個のエリアを丁寧にプレーしてたので、完全制覇者の練習っていうのはすごく派手じゃなくて、地道にコツコツやってるもんだなんだなって思って、今後の自分の練習もなんかそれを活かしてやっていきたいなと思います。お互いのいいとこを盗み合ったので、いやすごいいい時間になりましたね。めっちゃ楽しかったまあこの早い段階で松田さんの家のセットを使って、まあ、自分の体の調子とか、まあ、どこに課題があるかっていうのが分かったんです。来て本当に良かったなと思います。フィッシュボールのバランスであったり、あとトランポリンもっとこうやって飛んだ方が綺麗な飛び方ができるとかいうのが分かったので、まあ、そういうのを次回に向けてまた時間があるので少しずつ直していこうかなと思ってます。一番の次回に向けての課題っていうのはファイナルステージかなと僕は思ってるんですけど、まあ、次回に限らず次回以降も見据えてって感じです。ファイナルに関しては今よりかなりレベルアップしないと3度目の完成はできないかなっていうのは思ってるので、これからも力入れてやっていこうかなと思ってます。新作動画続々公開中、チャンネル登録よろしく。